マツダ、トベは、マツダが製作したコンセプトカーである。2014年のジュネーブモーターショーでワールドプレミア。マツダの車作りの柱となる、スカイアクティブテクノロジー、デザインテーマ、魂移動安全思想、マツダプロアクティブセーフティ、新世代、カーコネクティビティシステム、マツダコネクトに基づき、これらを妥協することなく反映させたコンセプトモデルであり、 マツダの次世代コンパクトカーを示唆するモデルとして登場した。メカニズムについては、消排気量、ディーゼルエンジン、スカイアクティブ D1.5 を搭載。先行発表されている、スカイアクティブ D2.2 と同様、高効率、クリーンな特性を持ち、トルクフルかつリニアに加速する走りと優れた環境性能を実現させると同時に、CO2 の排出量を9 0ム キロメートル以下としており、NOX 用の触媒を装着することなく、ユーロ6に対応させた。トランスミッションは、スカイアクティブドライブと名付けられた 6AT を採用。加えて、アイドリングストップシステムアイストップや、改正装置、アイイルプも装備。なお、トべは、後に、細部が改良された以外はほぼこのままの内容で4代目、デミオとして登場することとなる。 ありがとうございます。